アルビーダス・ロマス・サボニスは、リトアニアが生んだ伝説的なバスケットボール選手。ヨーロッパ史上最高のセンターと呼ばれ、ソビエト連邦時代からその名前を世界中にとどろかせてきた。ポジションはセンター。身長221センチメートル。息子は NBA インディアナペーサーズのドマンタス・サボニス1981年、16歳の時に、 ソビエト連邦の構成国だったリトアニアソビエト社会主義共和国のクラブチームジャルギリス・カウナスにてプロデビュー。1989年までの8年間でサンドソビエト連邦の国内王者となった。1982年17歳でソビエト連邦 A 代表に招集され A 代表デビュー。同年夏にコロンビアで開催された世界選手権に参加し優勝。 金メダル獲得。1983年、スペインのマヨルカ島で開催された世界ジュニア選手権に U-18 ソビエト連邦代表として参加、銀メダル獲得。同年フランスで行われたユーロバスケットに今度はソビエト連邦 A 代表として参加、銅メダル獲得。1985年、神戸で開催されたユニーバーシアードで金メダル。 同年、西ドイツで開催された、ユーロバスケットで、金メダル獲得、大会 MVP も受賞。1986年、21歳の時、スペインで開催された、世界選手権に参加し、銀メダル獲得と共に、大会ベスト5に選出される。同年秋に行われた NBA ドラフトで、当時まだ、アメリカ人のみが接見していた NBA において、 アメリカ人以外の選手としては、異例の一巡目24位という高順位で指名を受けた。しかし、当時は、政治的に米ソが、冷戦の対立の最中であったということと、オリンピックのバスケットボール競技に、プロ選手が出られなかったなどの諸々の理由で、この時の NBA 入りは叶わなかった。1988年ソウルオリンピックに、ソ連代表として出場。 準決勝でデビッド・ロビンソンなどアマチュア選手で構成されたアメリカ代表に勝利し金メダルを獲得した。なお、アメリカ代表はこの敗戦をお契機にプロ選手で構成されたドリームチーム決戦を決定している。1992年バルセロナオリンピックではデビッド・ロビンソンを2回連続でブロックしている。ソウル五輪以降も ヨーロッパでプレーを続けたサボニスだが、冷戦も終結し、社会情勢も大きく変化したことにより、1995年により、NBA ポートランドトレイルブレザーズに入団した。31歳となったサボニスには当初懐疑的な目もあったが、卓越したスキルと高いバスケットボール IQ で、好プレーを連発。NBA の7年間で、平均12.0ポイント。 7.3リバウンド、2.1アシストを記録し大きなインパクトを残している。221センチメートルの恵まれた体育を生かして、ペイントゾーンを支配する、世界屈指のセンターであったが、それ以上に、バスケットボール選手としての完成度が、極めて高かった選手として知られる。センターの本文であるリバウンドや、 ブロックショットだけではなく、ゴール下から3ポイントまで決められるセンターとしては、規格外の広大なシュートレンジを誇り、ボールハンドリングの技術も非常に高く、ポイントガード顔負けのノールックパスや、ビハインドザ、バックパスを随所に披露。NBA でも好成績を連発し、ドラフト時サボニスに対して低い評価だった、アメリカバスケットボール界に大きな衝撃を与えている。 ありがとうございます。